神戸でのゆいたちの生活は、だんだん昔のように。おむすび。第9週、お姉ちゃん再びのお話は、あゆみは古着のバイヤーとして活躍しており、中学時代の同級生、相原美香が、神戸元町で経営する古着店に服を卸しています。時折、神戸に立ち寄ることもあるようです。ある日、牧のお墓参りに訪れた歩は、牧の父、高尾に出会いますが、もう来ないでほしいと告げられ、ショックを受ける。一方、翔也は、星川電機の野球部で練習に励んでいます。ある昼休み、社員食堂でカツ丼と豚骨ラーメンを注文していると、チームのエースである沢田隆二に、プロを目指すなら食事も真剣に考えろ、と忠告を受けます。夜、翔也からこの話を聞いたゆいは、社員食堂のメニューから、翔也に適した一週間分の食事プランを考え始める。最初は幸に相談するも断られますが、森川と霞が協力してくれることになります。休日にゆいは翔也に会い、完成した献立を手渡します。そのデート中、二人は愛子に呼び出され、米田家でお好み焼きを囲むことになり、食事の席で歩みが翔也にいろいろと質問を投げかける中、翔也は野球に集中させてくれる家族に感謝していると語り、絶対にプロ野球選手になりたいと決意を表します。これを聞いた正人は翔也を店に連れて行き、髪を切りながら、ゆいを悲しませるな、と約束させます。その後、かすみが米田家に家出をしてきます。医者の家系に生まれたかすみは、家族から医師になることを期待されていますが、栄養士として人々を助けたいという夢を米田家の人々に打ち明けます。愛子はかすみを止めることにし、夜のうちに、かすみの母親と話し合います。翌朝、かすみに、父親が心配しているとだけ伝え、家族とちゃんと話し合うよう促します。一方、ゆいは、翔也のために作った献立を幸に見せ、支えたいという気持ちを語りますが、幸は、それが善意の押し付けだとわからないのか、と怒り出します。夜、改めて献立を見直したゆいは、量が足りないことに気づきます。翌朝早く学校に行き、献立を作り直していると、幸が現れます。ゆいは、相手のことを全然理解していなかった、と反省し、幸と共に新しい献立を考え始めます。その頃、正人は、高尾の店を訪れ、古い靴の修理を頼みます。高尾は、時間がかかると言いますが、正人はいくらでも待つと感謝を示します。月曜日、ゆいと幸が献立を作り直していると、幸が自身の過去を語り始めました。高校時代、陸上選手として活躍していた彼女は、コーチの指示で体重を落とし、インターハイで優勝しますが、その結果、摂食障害を発症し、疲労骨折や貧血で長期間入院した経験がありました。幸は、自分のような若いアスリートが増えないように、スポーツ栄養士を目指していると話し、怒っていた理由を打ち明けます。こっちは命がけでやっとうのに、ギャルとかなめんなって。
その話を聞いたユイは、サッチンもギャルやで。好きなことを貫いている人は、みんなギャルや、と真剣に語り、サチも思わず笑顔になります。その日の放課後、ユイはサチ、カスミ、森川を誘って、4人でプリクラを撮り、楽しいひとときを過ごしました。第10週、人それぞれでよかのお話は、2007年7月、桜通り商店街で夏休み子供防災訓練が行われることが決まり、ユイが炊き出しのリーダーに任命されました。彼女は商店街の集会所に仲間を集め、震災時に避難所で食べていたものについて聞き取りを行います。当時、地震から3日目あたりで、ようやく食料が届きましたが、ほとんどがパンやおにぎりで、食物繊維が不足しがちだったそうです。水分不足も重なり、商店街の幼馴染、夏美をはじめ、便秘などで体調を崩す人が増えました。その時、高尾が乾燥わかめや豆腐の缶詰を提供してくれたおかげで、わかめご飯や具沢山の味噌汁などを炊き出しとして配ることができました。その夜、あゆみは高尾から修理されたマサトの靴を受け取りました。見違えるようにきれいに修理されており、その出来栄えに感動したあゆみは、中古の靴を仕入れ、高尾にカスタムしてもらって販売することを思いつきます。なべさんが本気になったら、ミサエさんとも仲良くできるかもね、と愛子が囁きます。震災から1年後、高尾は商店街にアーケードを建てることを提案し、ミサエと協力して完成させましたが、その後、彼は再び心を閉ざし、ミサエとの関係も悪化してしまいました。ユイは、二人が仲直りすることを願い、一人でミサエを訪ねます。ミサエは震災で兄夫婦を亡くしており、死んだ人はもう戻らない。でも私たちは生きなきゃいけないと語りますが、高尾を見るとどうしても苛立ってしまうと本音をこぼします。ユイは仲間たちと防災訓練で、わかめおむすびと、サバツナけんちん汁を作る計画を立てます。一方、あゆみも高尾に会いに行きますが、高尾から、お前を見ていると、マキを思い出すからやめてくれ、と拒まれてしまいます。マサトがその話を聞き、修理してもらった靴を履いて、高尾に謝りに行きます。マサトが高尾の腕をたたえ、アーケードもあなたのおかげで完成したと伝えると、高尾は、それは商店街のためではなく、マキのためだったと答えます。彼はマサトにかつて配布されたアーケード設置への賛否を問う紙を見せ、そこには賛成とマキの字で書かれた高尾の名前が記されていたのです。防災訓練の前日、ユイはマサトと共に集会所で打ち合わせに参加します。マサトが高尾にも炊き出しを手伝ってもらおうと提案しますが、ミサエはすぐに反対します。高尾だけがいつまでも落ち込んでいるというのです。すると、マサトは、立ち直る時間は人それぞれだ、と説得しますが、ミサエは納得しません。そこでユイは、アスパラガスは収穫まで3年かかるけど、トマトは2ヶ月、ブロッコリーなら3ヶ月で収穫できる、と言い、人もそれぞれ時間が違うのではないかと訴えます。やがて、
打ち合わせは無事に終わり、防災訓練当日を迎えます。訓練では若林と夏美が紙芝居で阪神・淡路大震災について語り、ゆいや仲間たちはわかめおむすびとけんちん汁を配ります。そこに高尾が現れました。実は彼を呼んだのはミサエだったのです。夏美は高尾に近寄り、母から聞きました。あの時おじさんがいなかったらどうなっていたかわかりません。本当にありがとうございましたと感謝の言葉を述べました。高尾とミサエが少しずつ互いに歩み寄る兆しが見え、ゆいやまさと商店街の仲間たちも心を温かくしながら、防災訓練は成功裏に幕を閉じました。第10週はこのようなお話になるようです。ゆいたち米田家がまた神戸での生活を安定させてきた感じがしますね。これからもとても楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。